クーフィーヤを着用しているバーレンの陶器職人。クーフィーヤとは、アラビア半島社会で男性が頭に被る、ソーシング、ズキンである。地域によっては、シュマーブグトラ、ハッタ、マシャッタとも呼ばれる。クルド語では、ジェメダニー、ペルシャ語ではチャフィーエである。英語では、カフや、カフィエともローマ字表記され、ここからカフィエと呼ばれる場合もある。 縦横百数十センチ程度の正方形の布を対角線で一度折ってに等辺三角形にし、底辺側を前にして被った上に、イカールと呼ばれるヤギの毛で作った輪をはめるのが一般的な姿である。また、ずれるのを防ぐためターキヤを下に被ることが多い。イスラム過激派のゲリラのように、覆面風にする巻き方もある。ターバンと混同されることが多いが、 ターバンが頭の上で固まっているのに対してクーフィーヤは首の後ろまで布が垂れており、頭部全体を覆う。模様は様々である。男性用であり、女性はアバヤなどを身につける。パレスチナでは、クーフィーヤの色柄を見ればその人が、どの勢力を支持しているかがわかる。赤、白はリベラル派。緑、白はイスラム原理主義のハマス。着用例。 ベドウィン巻き2001年に始まった対テロ戦争以降においてイスラム過激派メンバーたちの影響からクーフィーヤを首や顔に巻く米軍ほか多国籍軍の兵士や民間軍事会社オペレーターが多数見られるようになった。彼ら兵士たちが本国に帰還するとそれがアメリカや先進国本土にも伝わりアフガンストールという名前で若者層のファッションアイテムとしても使われるようになる。 ありがとうございます。